やっほーマキシです。今回はドイツ語でどうやってこのウムラウトが書けるようになるのかというのをちょっと説明していきたいと思います。Mac のパソコンだとね、あの設定のところのキーボードというのがあるんですよで。そこにこういうね、プラスのところを押すとねあの、いろんな言語があるんですよあの。さっきノリで韓国語を入れたんだけど、韓国語あんまいらないからちょっと消しとくんだけど。 ここにプラスを押すと例えばマイナスを押すとあの言語を消したり増やすことはできますで次大事なポイントとしては、まあ、あの日本のキーボードなんじゃないですかでオムラウトが一体どこにあるのかって話じゃんであのドイツのオムラウトはこの辺りなんですよね だから P の隣、日本語のキーボードだとアットマークになってるとこが U ですね。で、その上、あの0なんかゼ0の上の右側のところはその SZ ですね。で、あとは L の隣が U ですね。で、その隣が A ですね。基本覚えるのはなんか数字の0の隣が SZ、P の隣が U L の隣がーと、A、ですこの辺りだけですね。ドイツ語で新しく、まあ、キーボードで使う。あとね、少しややこしいのは、ドイツ語のキーボードにするとですね、日本のキーボードと何が違うかというとね、この Y と X の場所がね逆なんですよね。ここもあの使ってる時よくあの書きの間違いすると思うので、その2点も気をつけてください。あの Y がね、Z と場所が逆になってます。 なので分かりにくいなと思ったらこのキーボードを一回印刷して日本のキーボードの下にねおいのを置いとくとすぐ覚えれるんじゃないかなと思います。Mac でもドイツ語を勉強してください。チャンネル登録どうぞよろしく。